大久保一王、大久保忠宏は、幕末から明治時代にかけての幕臣、政治家、東京府知事、元老院議官を務めた。英典は、ジュニー、君二党死者文化十四年十一月二十九日、旗本の大久保忠孝の子として生まれる。第十一代将軍、徳川家成の故障を務め、天保十三年に家督を相続する。 老中の安倍正宏に早くから見出されて、安政元年に、目付、解剖係に任じられた。その後も意見書を提出した、かつ改修を訪問してその能力を見出し、安倍正宏に推挙して登用させるなどしている。安政3年には、軍政改正用係、外国貿易取り調べ係、番章調べ書頭取などを歴任し、寸府町奉行、京都町奉行なども務めた。 この頃、幕閣では、第十三代将軍、徳川家定の後継をめぐる、将軍軽視問題で対立があり、安政三年の安倍正宏没後に大労となった、井伊直介が始めた、一橋派の弾圧である安政の大国で、忠宏は直介から京都における死守の逮捕を命じられた。しかし忠宏は、安政の大国には、否定的な考えであり、 直助の厳しすぎる処分に反対した。このため、直助に疎まれるようになっていく。そして、忠広の部下に、質の悪い者がおり、獅子の逮捕で横暴を振るっているのを知って激怒した、忠広は、この部下を厳重に処罰したが、これが直助から、獅子の逮捕を怠っていると取られ、奉行職を罷免させられた。桜田門外の変後の文久元年、幕府より復帰を許されて、 再び幕政に参与する。そして、外国奉行、大目付、小川御用取次などの要職を歴任した。政治総裁職となった、松平義長らとも交友し、第十四代将軍、徳川家持にも使え、幕府が進める徴収政罰に反対し、政権を朝廷に返還することを提案している。第十五代将軍となった徳川義信にも、大政奉還と、 初代名、特に夕飯を中心とした議会政治や公部合体を推進した。慶応四年の戸ば、不見の戦い後若年寄り会計総裁に選出された。その後、新政府軍が江戸に向かって進撃してくると、勝海舟や山岡鉄舟らと共に江戸城の無欠開城に尽力した。その後、徳川家里に従って駿河に移住し、 寸布藩の反省を担当した。明治政府では、東京府の第五代知事、並びに政府の議会政治受立などに協力した。明治21年7月31日に死去、去年72。1872年までは、旧歴参考資料、第日本金星資料、留英部人、国立国会図書館、近代デジタルライブラリー、桜園習、 大久保一応伝編、旧幕府、合本市原書房1971年発行書集の中の第3号。ありがとうございます。